俺の下の入らない。入らない。2センチほど苦しくて。痩せないから。夏普通は夏休みするんだけど、家でどこもあんまり行かないから夏太りすると、コロナで夏太りしたもんだからさ、上で合わなくて。今日もこれぐらい忙しいですか？今日は、はい、明日、だから明日、明後日ちょっと行きたい。今週はね、原稿やらなきゃダメなんですよ。もう出したんでしょ？あれは出したわ。次の原稿を触って公演が何期のやつがあって、もう一つ頼まれる公演会の10日までそれの原稿作られて、冊子の原稿が書けない原稿が溜まってないですね。あと出した出してない出してない今度ほら北海道ツアーとかいろんなのがあったから出せないああいうのも入れて金現代史やあ、さっきありがとうあ、どうも誰かマスクしてるからわかんないこの前行こうと思って行けなかったね申し訳なかったあの台風でねそうそうそうちょっと申し訳ないいやだからね台風だったらね予定した参加者が全部少なくてねそれでもね50人近く来てたからねすごいですね朝の午前中で雨止んでよかったですよ、ね、それそれで雨降ってたらそうですね今日はもうこの時間だけでも30分で、ね、止、うん、んでくれたんですよ突然バーッと降り出すかもしれないでも1月の定刻となりました。ただいまより関東大震災石原町犠牲者慰霊祭を開催いたします。開会に先立ちまして国歌斉唱いたします。皆様ご起立ください。Thank you.
先に亡くなられました安倍元総理大臣のご冥福をお祈りし黙祷を捧げます。黙祷。お直りください。お着席ください。申し遅れましたが、私本日の司会を務めます荒木志保と申します。どうぞ最後までご協力のほどよろしくお願いいたします。開会の挨拶をそよ風の鈴木由紀子会長より皆様に申し上げます。石原町犠牲者の皆様、今から99年前の9月1日未曾有の大地震に続き大火災が起こり、帝都東京を焼き尽くし10万5000人の人々が落命しました。ここ本所被服廠跡地は一気に炎が襲い、避難していた3万5000人の人々が灼熱地獄の中で焼き殺されました。この狭い跡地に死死累々となる光景は有史以来誰も見たことのない地獄絵図さながらでした。また強盗、強姦、放火、親を探して泣きながらさまよう子どもたち、少女とその母親が輪姦され川に投げ捨てられたなどというニュースが人々を絶望の淵に突き落としました。しかし私たちの先祖はこのような悲惨極まる中から不死鳥のように立ち上がったのです。人々は不幸な死者に対して申し訳が立つよう必ず立ち直ることを誓い、日本国民として立派に試練に耐え奮起して災いを転じて福となすと互いに言葉を掛け合い励まし合いました。また渋沢栄一氏は震災と同時に直ちに食料の充足とテロを警戒せよと政府に進言しました。この渋沢のような愛国心と危機意識を持った当時の指導者たちのおかげで素早い戒厳令の発布に至りました。テロが頻発していた当時、この戒厳令によって人々がどれほど安堵したことでしょうか。83歳になっていた渋沢は家族から避難するよう勧められましたが、自分の命より国民を助けたいとして家を開放し、炊き出しや医療の充実にも努めました。私たちが今日本の繁栄を享受できているのは天皇を中心にこうした先人たちが命がけで汗と知恵を結集し復興させてきたおかげであることに思いを馳せ、先人に感謝すべきではないでしょうか。またこの戒厳令により日本人がまだ野宿している時期に朝鮮人や中国人は屋根の下に保護され、十分な食料、医療、衣服などが与えられたことを復元しておきます。しかし皆様のご命日に毎年慰霊祭と称して日本人が婿の朝鮮人6600人と中国人700人を虐殺したとして謝罪と賠償を求める集会が開かれてきました。私たちはこの慰霊の地でこのような日本人を貶める集会が許されてきたことを心より申し訳なく思います。政府は閣議決定の上、政府が虐殺に関与した資料は見つからないので遺憾の意を示す予定はないとはっきりと回答しています。またハーバード大学のラムザイヤー教授は、自警団が組織されたのは震災直後朝鮮人が実際に犯罪を起こしたことが一因であり、自警団による殺害事件は正当防衛であるとしています。またその殺害数も確定されていないと論じています。このように学術的にも諸説ある中で、私たちはどうして東京都の記念碑に全く科学的証拠のない
虐殺数を未来の日本に書き残さなければならないのでしょうか。来年関東大震災から100周年を迎える今こそ、私たちは自虐史観から目覚め、日本人の本当の素晴らしさに光を当てるべきです。最後に、私たちは根拠のない数字で日本人に謝罪と賠償を求める運動を決して許さないことをお誓い申し上げて開会の辞といたします。令和4年9月1日そよ風代表鈴木由紀子。これより読経及び唱功を行います。読経は真言宗智山派摂山堂中禅院の小林秀英住職にお願いいたします。住職お願いいたします。一方、一切三宝の教会にも指定申さく。それ、大正12年9月1日、未曾有の大震災に見舞われし、帝都東京、横浜において、崩壊、せりし、家屋に圧死せられる者、炎に焼かれて、尊き命を失いし、もの10万人に上る。その苦しみ、嘆き、いかばかりかの想像をです。ここに小脳を小ぜられて般若明伝を独自し立て祭り、また三列者一同昭光して追善の誠をいたす。願わくは関東大震災被災者の諸生霊儀、これら追善供養を受けて
密言国土に往生されたまわんことを合わせてもって本日供養の三列車一同家内安穏諸縁吉祥ならんことを敬って申す。仏説摩訶般若波羅蜜多心経観自在菩薩行持般若波羅蜜多智正見五蓮海苦土一切苦役者利子四季不異苦苦意識規則で空空則自識重層様式約分尿税者利子税償北祖不祥不滅不空不女不女不現自覚知無識無重層様式無限に微絶身に無識証拠未速歩無限界内し無意識界無無妙薬無無妙事内し無老死薬無老死事無苦死滅度無知薬無徳意無所得故無在殺者般若波羅蜜多故心無計業無計業故無漁苦煩自在天道無常不共涅槃三世諸仏般若波羅蜜多故徳阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多世代起修世代妙修世無上修世無徒道修道上一切苦真実不故故説般若波羅蜜多終息説就活やってやって波羅やってパラソーギャーテーボーディースワカハンニャーシンギョマカハンニャーハラミタシンギョカンジーザイボーサーギョージハンニャーハラミタジーショーケンゴウンカイクロイサイクヤクシャリシスキフイククフイシキ四季則是空空則是四季術則行式約分尿是者利子是正北祖不正不滅不空女不正不現是国知無識無術則行式無限に別是真理無識正北祖則法無限界内に無意識界無無薬無無病気内世無老死薬無老死事無苦死滅度無知薬無徳意無上徳菩提薩多非般若波羅蜜多故心無計無計業故無漁苦不煩自在天道無常不共涅槃三世諸仏涅槃耶波羅蜜多故徳阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多世代起修世代妙修是無上修是無徒道修路上一切苦真実不故故説般若波羅蜜多終息説終活やってやって波羅やって波羅僧やって菩提薩婆伽
はんにゃしんぎょまかはんにゃはらみたしんぎょこんじざいぼうさぎょうじはんにゃはらみたじしょうけんごうんかいくどいさいくやくしゃりししきふいくくふいしきしきそくぜくくそくぜしきじゅそぎょうしき薬部尿税者利子税消極と不所不滅不救助不増不減税国中無識無重創業式無限に微税心理無識証拠微速報無限界内視無意識界無無妙薬無無妙事内視無老死薬無老死事無苦衆滅度無知薬無徳因無衝突公募大殺多般若波羅蜜多苦心無計下無計下苦無苦苦恩利災天道無所苦境涅槃三世小仏へ般若波羅蜜多高徳阿耨多羅三藐三菩提高智般若波羅蜜多歴代智修歴代妙修歴無上修歴無陀羅修老上一切苦真実不可考説般若波羅蜜多修得せず修活やてやてやらやてパラスオギャテボジズワカハンニャシンギョマカハンニャハラミタシンギョカンジザイボサギョジハンニャハラミタジショウケンゴウンカイクドイザイクヤクシャリシシフイクククフイスキしきそくぜくくそくぜしきじゅそぎょしきやくぶにょぜしゃりしぜしょろくそふしょふめつふくふじょふぞふげんぜかくちむしきむじゅそぎょしきふげんにべぜしんにむしきしょうこみそくほ無限界内視無意識界無無妙薬無無妙事内視無老死薬無老死人無苦衆滅度無知薬無徳意無衝突公募大殺多般若波羅蜜多苦心無計下無計下苦無苦恩利災天道無作境涅槃三世小仏へ般若波羅蜜多高徳阿耨多羅三藐三菩提高智般若波羅蜜多歴代智修歴代妙修歴無上修歴無陀羅修老上一切苦真実不可考説般若波羅蜜多修得せず修活やてやて波羅やてパラソやて菩提娑婆般若心経阿弥陀如来根本からんじ能を新たんのからやや能幕有阿弥陀婆やただみやたやらかで三脈三度だやたなさをアメリテイアメリトーズファンベイアメリタサンバベイアメリタギャラベイアメリタジッデイアメリタテイセイアメリタビキランデイアメリタビキランダヤミネイアメリタギャギャノーチギャレイアメリタゾンドビソバレイサーバアラダサダネイサーバギャラバキレシャキラヨーキャレイスワカオンナボキャメイロシャノマカオダラマリハンドバジバラハラバリタヤオンナボキャメイロシャノマカオダラ
マリハンドバジンバラハラバリダヤモンラボジャミルジャロマカボダラ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 マリハンドバジンバラハラバリダヤこんなボケアビロシャのマカオダラマニハンドマジンバラハラバリダヤこんなボケアビロシャのマカオダラマニハンドマジンバラハラバリダヤこんなボケアビロシャのマカオダラマニハンドマジンバラハラバリダヤナムホンロンカイエナムホンロンカイエナムホンロンカイエナムリョーブカイエナムリョーブカイエナムリョーブカイエナム大師遍照今後ナム大師遍照今後ナム大師遍照今後ナム工業大師ナム工業大師ナム工業大師ナム崩壊版でナム崩壊版でナム崩壊版でナム延尺少量ナム延尺少量ナム延尺少量三外的起源性不全が不思議法定し小夫法座病臭中小医専入園者医療発難性無難宿米中地蔵原子天理空米空日地不能満足原に不落法上性死力建築法座合起定死ぬ改憲主義人材不動少年失点満料金高等級法で現在教師すべてで大秘広者だ。ありがとうございました。まもなく黙祷の時間となるのでございますが、ちょっと時間が中途半端な感じがありまして。この時間まで少しの間、日本国民党代表鈴木信之さんに、追悼の辞をお願いしたいと思うんですけれども、途中で多分止めていただいて、また途中からお話しいただくことになるかと思いますが、恐れ入ります。前葛飾区議の鈴木信之でございます。毎年お話しするんですけど、この石原町というのは私の祖父の住んでいた地でもありますので、非常にゆかりの深い地で、震災の時には地面が波を打ったと、一歩歩いてもそのまま転んじゃうというようなね、そんなお話を祖父から聞いたことがあります。私、恥ずかしながらこの法要に参列するようになりましてね、当時の東京市長の永田秀次郎さんっていう人物を知りました。やはりこういう大災害の時のまさに行政のトップというのはどれだけの苦労をするかというね、これは阪神神戸そして東日本、いや、あの時にこんなこと言っちゃなんですけど、それなりの人物が上に立っていてくれたらもっと
復興復旧は進んだんじゃないかなと思います。それだけに永田さんのことをこう調べていきますとね、私思うんですけど、まさに愛国者ですよね。まず赤尾敏先生が戦前主催された建国祭、建長節を中心として日本国民をまとめていこうという建国会の顧問をされたという、いやそれだけでもね、この人物の祖国を思う愛国心の厚さというのが計り知れます。赤尾先生はまさに、戦後も例えばあのマスコミから韓国が独裁国家と批判され続けた時に、僕大統領を支持する日本人の会っていうのを作られて、そして、マスコミのそういう批判を跳ね飛ばして当時の韓国の反共政策を支持した方でございます。私ね、やはり、この関東大震災と朝鮮の皆様っていうのも、これまた、決して否定できないこの地のゆかりのあるところでもある、そう考えてるんですね。お時間大丈夫、はい、あと20秒じゃあここら辺でちょっと行くと思います。恐れ入ります。58分44秒になりますと鐘の音が鳴りますので、それに合わせて黙祷をしたいと思います。では皆様ご起立ください。黙祷。お直りください。ありがとうございました。では鈴木信之代表、続きをお願いいたします。ここの地と朝鮮の皆様との縁というのはですね、例えば牧春金という衆議院議員が、戦前いました。本所君、まさに、この辺ですね、東京当時の4区になります。牧春金の名前で戦前衆議院議員に当選されてたんですね。そういう地でもあるんです。また永田東京市長のね、経歴を見てみますと、拓殖大学第4代学長という経歴あります。皆さんご存知のように、日本で最も朝鮮半島の発展に寄与した大学というのは拓殖大学ですよ。半島大陸に渡ってまさに、あの地の殖産振興発展のために、学生たち含めて尽力した、これ以上貢献した大学は世界中どこにもない。この経歴を見ただけでね、永田市長の愛国心とともにね、朝鮮の皆さんやまた大陸の皆さんに対するね、愛の深さというのも私は測れるのではないかなと思います。その日に今日はお参りできるという機会を与えてくださるということで、私は楽しみにしておりますけれども、こういう私たちの志のもとに営まれている法要、これをですね、私も大事に今後もしていきたい。そして、この関東大震災というのは来年はちょうど100年になるそうですので、未曾有の大災害、そこで遭難した人たちの慰霊に努めるとともにね、また言われなき日本の不名誉に対しては
断固たる反論をしていきたいと思います。以上でございます。臨機応変に対応していただきまして恐れ入ります。ありがとうございました。次に追悼の辞を群馬の森の朝鮮人碑の撤去を求める会佐藤瑞江会長お願いいたします。永田秀次郎は明治、大正、昭和の3代にわたり活躍した官僚であり政治家でした。明治9年、淡路島の最南端の村で生まれた永田は大正12年、第8代東京市長に就任したその年に関東大震災が発生し、帝都復興を果たした昭和5年に再び東京市長に返り咲いた。関東大震災とは切っても切れない深い縁がありました。未曽有の大災害であった関東大震災によって約10万5千人が犠牲になり、損害総額は当時の国家予算の 3.7 倍にも上ります。3万8千人もの犠牲者を出したここ被服廠跡では、累々と重なる死者のほとんどは男女の区別もつかぬほど焼けただれ、残暑厳しい9月で死体の腐敗が早く、永田は東京市長として法要もいとまず、身元不明のまま遺体を荼毘に付すよう命令せざるを得ませんでした。この時の心境を永田は、誠にやむを得ざる処置なりしとはいえど、心中は実に痛苦に耐えざりしところなりと書いています。この苦渋の決断から永田は後年四方八方手を尽くし、死者行方不明の過半数に相当する約5万4700人外国人約200名の氏名を突き止め、大正12年関東震災応死者名簿を作成しました。応死とは予期しない災害や非業の死を遂げることです。名簿は淡路島産のタイルと和紙の2種類の素材で作成され、高野山の関東震災礼拝堂に奉納し1万年保存することで死者への慰霊としたのです。奉納にあたり永田は、ここに我が多年の心願、心からの願い、心願を遂げて高野山奥の院のほとりに関東震災礼拝堂の建立を見たことはさながら我が身の重荷を下ろせし心地せらると心境を記しています。大震災で亡くなった方々を1万年という気が遠くなるほどの歳月をかけて弔おうとした永田の崇高な使命感に私たちは心打たれます。愛国心と新種の気象に富んだ永田は、昭和15年が神武天皇即位から2600年にあたることから、柔道の加納寿五郎とともに東京にオリンピックを招致しました。残念ながらこのオリンピックは実現しませんでしたが、オリンピックは大震災そして敗戦からの復興の象徴なのです。永田はたくさんの俳句集を残しています。これからご案内する句碑は焼け跡の種類を見て自然の力強い生命力、再生力に感動した永田が復興への希望と勇気を見出し己を奮い立たせた心境を詠んだ句です。この句碑が慰霊堂の横に建てられたのは昭和27年、日本が主権を回復した年の9月1日でした。ところがその21年後の昭和48年10月、永田の区碑の隣にマルクス経済主義者の見延良吉元都知事が大震災から丸々3ヶ月以上経って発表された異国の報告書の犠牲者数を刻んだ碑の設置を許可したのです。まさに我が国にあだなす国賊です。この暴挙は明治を称える明治100年記念事業の一つである県立公園群馬の森に嘘で塗り固めた朝鮮人碑と同じで、私たちの嘘と国家に対する冒涜であります。人は忘れやすいものですが、忘れてはならないことがあります。無数にある歴史事象の中で記憶し次世代へ伝えていくべきことはただ一つ、事実だけです。
九死に一生を得たものの、あまりにも多くの町民を失い悲嘆のどん底にあった人々の慟哭の叫びを刻んだ石原町耐震火災遭難者碑、この碑です。そして永田秀次郎元東京市長の句碑こそが、大震災100周年を1年後に控える今、慰霊と復興をテーマとする都立横浜町公園に最もふさわしい記念碑であるという信念はいささかも揺らぎません。公有地におけるイカ様の日に、日は許すまじの声を上げ続けましょう。群馬の森の朝鮮人碑の撤去を求める会会長佐藤光恵。続きまして、自治基本条例に反対する市民の会、村田春樹会長、お願いいたします。先ほど入ってくるときですね、プラカードを我々に見せてですね、抗議している人たちがいました。プラカード2種類ありました。1種類は、追悼に名を借りた政治集会を許さないぞ、同じじゃないですか。あっちに向かって行ってんじゃないの。もう一つがですね、虐殺数と災害死数は違うと書いてあるんです。虐殺数と災害死数は違うと書いてあるんですね。まさに私の言いたいことですよ。あの慰霊碑にはですね、6000人虐殺って書いてある。いや、6000人確かに朝鮮人は亡くなったんですよ。でもこれ関東大震災、震災で圧死したり焼死したりしたわけで、虐殺されたというのは自警団に殺された233名、これを改めていただきたいと私たちは言ってるわけです。ここにですね、9月東京の路上図っていうですね、5、6年前に出された本があるんですよ。向こうでこっち見てる人に見なさい。これ加藤直樹っていう向こう側のプロデューサーが書いてる、ね、私1800円出して買いました。もっと悔しかったけど。でもね、得るところがありましたよ。彼はですね、本当に詳しくですね、関東大震災の朝鮮人虐殺について書いてるんですよ。でですよ、そして一体何人が殺されたのかという章があるんです。私ね、はあ、これはね、ひょっとしたら6000人の根拠が出てくるのかなと思ってドキドキしながら読んだらね、全く出てこないね。韓独さんというですね、韓国人が関東大震災の虐殺の記憶という本の中で、独立新聞というね、当時大正12年当時に朝鮮の独立を目指す団体があった、その独立新聞の特派員が関東大震災を取材しに来てですね、その時に6661人という数字を書いた。これ根拠全くないんですよ、全くない。で、彼はこの他に、吉野作造2600人とか内田良平700人とか書いてるんですけどね。で、朝鮮総督は800人とか書いてあるんですけど、結局内務省の調査233人が正しいんですけれども、彼はですね、なんて書いてあるかというと、要するにはるばるですね、独立新聞の特派員が来て調べた6600人を信用せざるを得ないじゃないですか。ってどうしてですか。だってね、南京大虐殺って初め1万人だったのが今30万人増えてるでしょ。これ中国共産党が増やしてきてるわけですよ、ね、中国共産党が増やしてるんだから30万人を信じざるを得ないじゃないですかって書いてるのと同じことですよ。つまり加藤直樹さん6600人、根拠ないと言ってるのに等しいんですよ。これ私はね、今日彼らにこの本も見せてね、これ読みなさい、これを読めば6600人は嘘だってわかるよ。加藤直樹さん、あの日に刻んである6600人の根拠はどこなんだ、教えてくれ。
私は言いたかった。それを言うために今日ね、永田秀次郎さんの句のところでこれを持って言おうと思ったら、なんか厳重にですね遮蔽してあってですね、もう僕の考えてることをもう事前にですね察知している東京都のお役人さんもいらっしゃるわけですね。私はね、虐殺してないって言ってんじゃないんです。虐殺を否定してるんじゃないんです。私たちは確かに自警団が流言飛語に基づいてですね233人の向こうの朝鮮人を殺したのは、これは間違いなく事実でも、230人と6000人じゃ全然違うでしょ。私は先人、私たちはね、先人の名誉のためにこの6000人のこのね名前を、数字を訂正していただきたい。そしてね、そこにもし火を撤去できないんだったら看板を立てて、松代大本営も書いてありますよ、看板が立ってるんです。この6000人という数字については根拠はないと、諸説あると、こういう看板を立ててくれば収まるんですよ。来年はね100年です。南京大虐殺で彼らをやってきて、慰安婦でやってきて、そして強制連行労働者でやってきてますよね。でもことごとくこれ嘘だとバレてきてます。やつらは来年100年にこの関東大震災虐殺6000人、10万人の日本人犠牲者はどうでもいい、この虐殺6000人をですね日本のメディアぐるみにですね、それこそ朝日新聞はじめ本邦出身者が中心になってですね大々的にやるに決まってるんですよ。私は先人の名誉のためにね、私たちは何としても来年のこの9月1日の決戦に向けてですね世論をジャッキしていきたいと思ってるんです。ぜひ皆さんね、来年に向けてそよ風の活動にご協力いただきたい。そして今日この集会すごく金かかってるんですよ。見てこれ、テントだの椅子だのただじゃないの。帰りにぜひですね皆さんねお財布出していただいてそこをそさくさと通過しないでですね、カンパにご協力いただきたいと思います。永田秀次郎さんはですね素晴らしい方、ぜひね、この句を見ながらですね、彼こそ大震災の犠牲者230人ということを徹底的に調べて証明してくれた方なんです。この区議にですね敬意を表してこれから見学していただきたいと思います。皆さん来年に向けてご協力よろしくお願いいたします。ありがとうございました。最後に平式の辞でございますが、国府孝之実行委員長の都合がつかず参列叶いませんでしたので、事前にいただいた式辞をそよ風の中田梅子顧問が代読いたします。よろしくお願いいたします。代読いたします。へい。見解の言葉。ここにご列席の皆様方はすでにご承知の通り、今年群馬の森朝鮮人慰霊碑をめぐって長年にわたって野放しにされてきた反日団体の活動に鉄槌を下すような画期的な司法の判断が出されました。それにもかかわらず、彼らの弁護団長である民主党出身の元参議院議員副議長角田義一弁護士は司法判断を無視して霊碑の撤去には応じないと抗議集会を開いたのです。このように反日左翼団体は常に根拠資料も提示せず、平気に歴史に嘘をつき司法の判断も無視するという非常識な態度を取り続けております。これは関東大震災の朝鮮人虐殺の事例においても同様で、彼らは根拠も示さずに未だに6000
戦友の犠牲者をアピールし、その数字はこの横浜町公園に設置された慰霊碑にも刻まれたままで、誠意を持ってその数字を削除したり訂正をするという気配は一向にありません。それどころか立憲民主党の杉尾秀哉参議院議員を訪れ、朝鮮半島や中国のプロパガンダに基づいた記録映画を上映し、日本政府の国家責任を追及するように陳情しています。杉尾議員は日本を敵対視する人々の一方的な主張を受け入れて、国会質疑でこの問題を取り上げる姿勢を示しています。折しも韓国では日本の反日勢力と連動するかのように、やはり関東大震災100周年に向けていくつもの市民団体が集合して、関東大震災虐殺100周年期追悼事業推進委員会が発足しました。彼らは日本の左派系市民団体との共闘や韓国側の主張に沿った国際会議の開催などを目論んでいます。またその推進委員の発足に合わせて、あの慰安婦支援団体である正義連の元代表ユン・ミョンヒが韓国国会で特別法を発議することを公言しています。つまりこれは韓国と日本の反日勢力が一堂に結集して、関東大震災を第二の慰安婦問題に昇華させようとしていることを意味します。このまま日本の関係に朝鮮人が虐殺されたという作り話を根拠を示さない6000人虐殺説、そして朝鮮人による犯罪を全てデマだとする無戸説などを放置することは、未曾有の大震災で犠牲になった戦人に対する侮辱でもあり、我々は事実を武器にしてこれを食い止めなければなりません。私は民族を問わず関東大震災で落胤した全ての犠牲者を心から追悼する一方で、この惨劇を政治利用する人々を侮辱してやみません。ご列席の皆様におかれましたは、今後とも我々の真実の慰霊祭をご支持いただき、先人が負わされた不名誉を晴らすために協力してくださるようにお願いいたします。本日は足元の悪い中、蒸し暑い中、ありがとうございました。令和4年9月1日関東大震災石原町犠牲者慰霊祭実行委員会委員長国部孝幸。以上をもちまして慰霊祭を終了いたします。ご参列誠にありがとうございました。この後の行動につきまして皆様にご案内申し上げます。配布資料の3枚目をご覧ください。この後ご希望の方、多分皆さんご希望の方だと思うんですけれどもご希望の方には、永田修次郎の句碑を、ご見学いただきます。一組3人で、向こうに行きまして3分、行き帰りで2分ということですので、まあ、約5分間一組3人で合計5分で大丈夫です。あちらの方に可否があるんですけど、そちらに移動していただきます。順次ご案内いたしますので、しばらく皆様この席にお留まりいただいて、で交代で後ろの方の木に、見学、慰霊に行っていただきたいと思います。じゃご案内よろしいでしょうかね。今からは懇談会っていう形で、今日せっかく有名なっていうか活動なさってる方がいらしてますので、その方が一言つぶやくっていう形にしまして、懇談の中で、ね、せっかくですから皆さんもお話を聞きたいと思いますので、残ってる人でそういうお菓子を配りましたので、そのお菓子を止めながら懇談っていう形を取りたいと思います。では
こちらで指名して申し訳ないんですけれども、見える形で奥本さんお願いしたいんですけれども。何ですか。あのこれはそよ風ではなく、私の個人的なっていうことにしてください。注意事項を申し上げるのを忘れてました。まあ、書いてはあるんですけれども、区費の前で大声を出す、プラカードを上げる、隣の慰霊祭の邪魔になるような行為は厳禁といたします。気持ちは分かりますが、そこは抑えていただきたいと思います。一般見学者として常識的な振る舞いでお願いいたします。では空の神兵慰霊検証会の奥本光大さん、ぜひ、はい、お願いいたします。一言、今日の感想などでも結構ですので、お願いいたします。皆さんこんにちは。空の神兵検証会の奥本です。そよ風さんのね、本当に熱心なお力でですね、毎年このような集会が開けると、慰霊祭が開かれるということで非常に、嬉しく思いますし、来年に向けてですね、ぜひですね、まあ、反対というかね、違った考え方の人たちに対して、意見を述べていきたいというふうに思います。私はですね、まあ、いろんな活動をしているんですが、最近はですね、まあ、今日佐藤先生も来られているんですが、まあ、やっぱり日本は皇室のある国であると、ね、皇室によって守られて国だということをよく考えることがあるんですが、神武天皇がですね、開国の御事の理で申されたですね、雨の下を置いて家となす、なさむという言葉がありますが、我々はですね、3000人にわたりその言葉を守ってですね、助け合って生きてきた国民なんです。たまたま1910年ですかね、日韓併合という形が取られましたが、その時でも一緒になって日本人として我々は助け合ってきた、活動をしてきたのはね、我々の父祖がそういったことをしたと思います。そんな中にですね、関東大震災がありましたが、我々の父祖たちが、朝鮮人の人をですね、6600人もですね、虐殺するわけがないということを信じております。まあ、自警団ということが、まあの人たちがですね、まあ、正当防衛という形で、やられたと、そういったことがあったかもしれませんが、我々日本人はそういったことをする人間ではないということをですね、まあ、我々は、自信を持って言うべきではないかなというふうに思います。まあ、6600人を、まあ、あったということを言ってる日本人の人もいらっしゃるようですがですね、それは間違いだということをですね、もう歴史を通じて、私はですね、まあ、理解していただきたいというふうに思っています。まあ、そういったことですね、我々の世界無比の3000年の歴史に基づいてですね、自信を持って日本人は行動していきたいというふうに思います。突然の指名で何言ってるか分かりませんが、そういった思いを持って、今日は参っております。ぜひ皆さんと一緒にですね、正しい歴史を伝えたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。続きましては御事の理の会でお世話になっております佐藤健二先生、一言お願いいたします。それと見学が済んだ方、警察の指示に従って皆さんで駅の方に向かっていただきますので、しばらくここでお待ちいただけるようにお願いいたします。突然のご指名で何を話すかまだまとまっておりませんけれども、御事の理国体の研究をしております、佐藤健二と申します。で、今日初めてここに参りました。で、お話としてはですね、今まで何度も聞きまして、しかし実際に見てみなければわからないと、つまり本来粛々とですね、亡くなった方の慰霊をすべき場において、このようななんかあたかも政治闘争のようなことが行われているなどということがあるのだろうかと、しかしあると、
ということで、それはどういう形で実際そのような、まあ、闘争と言っていいのか、戦いと言っていいのか、まあ、そういう対立感情みたいなものがですね、この異例の場で行われているのか、自分の目で確かめてみたいと思いまして、今日やってまいりました。大正12年6月22日、私の母が生まれた日です。つまり生きていれば99歳になったかなと思います。で、母は神戸で生まれました。ですからその時のニュースは関東でなんか大きな地震が起こったようだということであったらしいです。で、私の父は東京でした。まだ3歳でした。そういう中でですね、この関東大震災を迎えたわけであります。この99年、一体日本にはどのようなことが起こったのか。今年が戦後77年という年です。で、この77年間日本は確かにある種平和な時代を過ごしてまいりました。しかし戦前においてですね、明治維新から大東亜戦争が終わるまで77年間、もう戦につく戦、その中にこういう関東大震災というのが組み込まれております。で、唯一私が言いたいことはですね、先ほど村田さんからの話にありましたように、このところ、まあ、信濃日本南京大虐殺、大虐殺、それから、まあ、韓国における従軍慰安婦の問題とか、とにかく日本国内の反日の連中と、そして信濃とか韓国のそういう反日団体とが結託してですね、日本を貶めようという、そういう運動が非常に苛烈になっているという事実です。で、これをいかにして食い止めるか、つまり日本人としての尊厳、日本国の尊厳、それをいかにして日本人が守るかと、これは前にもどなたかおっしゃってましたけども、正しい歴史事実、それをきちっと踏まえて、これを武器にして戦うしかないと。彼らはもう事実関係ないんです。私はそういうの反日利権、あるいは弱者利権とかですね、そういうことは、彼らはそれでもってですね、飯を食ってる連中がいるんですから、そういうのにですね、我々が乗っかっちゃって感情的になっても仕方がないんであって、彼らは永遠に自分たちの商売ネタがなくならないようにやり続けるでしょう。しかし多くの日本人にそれは違いますよということを、我々は正しい歴史事実をもっとですね、伝えるしかない。私が研究している国体、先ほど奥本さんからの話もありましたように、2682年、まあ、こういうような神武天皇以来のそういう高騰を維持しております。しかし私は国体の研究では、それ以前にですね、神代の時代がある。神を日本人の心の中に復活させるということによって、まさに万法無比の国体を守ることができるというですね。しかし神話教育は GHQ によって潰されました。それを心ある人たちはですね、もう一度古事記日本書紀の神話に基づきながら、天照大神以来、二木の御子と日向三代、ずっと日本書紀にはすごいですよ、約その日向の地で200万年ぐらい、1790何万年その日向の地にいて、何をしていたかっていうと、正しさを養う、つまり道徳心をその地で何万年も過ごしながらですね、日本人は日本の神様たちは道徳を広めることに努めたということが日本書紀には書いてあります。ですから教育勅語にありますように、日本は徳を立てる儒徳の国であるということで、日本人の中にその道徳をしっかりと根付かせてですね、そして心根の卑しい信濃人や韓国人に対して、お前たちはなんと卑しい心根でもって日本人をですね、そういう誹謗するのかと、お前たちは少し自分のことを顧みろというようなことを言ってやりたいなと思っております。まあ、今日初めてここに参加させていただきまして、本当にありがたかったと思います。皆さん一緒にこれからも頑張りましょう。3人ずつ見学に行ってもらっておりますので、もしお急ぎの方いらっしゃいましたら、後ろの方に詰めていていただけたらと思います。南京事件などの研究で、歴史研究家の荒健一先生、一言お願いいたします。
私がこの慰霊堂に来たのはですね、もう40年くらい前なんです。その頃は、まあ、9月1日じゃなかったんですけど、静かでですね、まあ、全体の雰囲気は変わってないんですけど、でもやはりここ10年この昔の雰囲気がだんだんなくなって、すごく険悪な場所になってます。この中でもやっぱり30年くらい前のここを知ってる方がいると思うんですけど、そこに戻すために我々は少しでも行動して来年の100年に向けて頑張りたいと思います。ありがとうございました。英霊の名誉を検証する会の佐藤和夫先生、一言お願いいたします。あ、すいません、この場をお借りして、イベントの紹介をさせていただきます。皆さんのお手元にはコピーして、村田先生がおそらくコピーされたんだと思いますが、蔡英文先生の追悼式がもう3期になります。この日本は奇跡の国、反日は恥という本を書かれた、これは蔡英文さんの一行をですね、娘さんがまとめたものですが、こういう方も韓国の方におられて、実際日本人の素晴らしさをちゃんと本にまでして宣伝出しておられる方がいるということをまず知っていただきたいと思います。で、先ほど人が亡くなったにもかかわらず、お互いにこうやって清掃のなっているという佐藤先生の話がありましたけども、実際に安倍総理が凶弾で倒れてですよ、ずっと国会の周りで安倍国葬をやめろと安倍さんに対して罵倒する、これはね、日本人のメンタリティじゃないですよ。で、私はね、これをずっと放置することが私は日本人として許せないんですよ。英霊がね、お前は何やってんだと、こういうね、左翼のようなデモをね、保守はできないかもしれないけど、私は一人でもやるという習近平国民将兵のデモの時に中村功さんがやったんです。誰もやらないんだったら俺一人でもやるというこの気持ちが私は世の中を変えると思います。この間福島 の原発でですね、吉田所長が俺一人でもやった、これが日本を救ったんですよ。だから一人でやれることって意外と私あると思います。もう日本は終えたという方もおられますが、一人の力で変えられる、それは魂だと思うんですよ。日本を復活させなきゃならないって、魂がなければ復活はできない。その魂がピュアであればあるほど皆さんがに呼び込める力になると思います。9月の24日実は23日に大々的な、武道館を取り巻こうというデモと集会があるんですよ。そして24日その翌日なんですが、外国の来賓が来てですよ、日本に来たら安倍の国葬やめろって、そういう人たちの声が渦巻いてるわけですよね。これでノーと言わなければ私は日本人じゃないと思うんですよ。ぜひとも皆さんこの集会ですね、参加していただきたいと思います。ありがとうございました。次にジャーナリストの田島修先生お願いできますか。すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、先ほどはいろいろ諸先輩の方がスピーチされてたんで、その補足になりますけど、まず6000人という数字はこれは何の根拠もない非科学的な数字で、さっき言ったように上海、なんだ、独立政府と名乗ってた統一彼らがやった独立新聞というところに初めて6000という数が出てくるんですよね。で、本当によその6000人朝鮮人が虐殺されてたら、朝鮮半島でも内地でも暴動起こってますよ。そりゃそうでしょ、6000人自分の同胞がね、殺されて
しかもだから日本にね、その頃内地にした朝鮮人は別に労働者だけじゃないんですよ。留学にで来てたらね、インテリもいっぱいいるんですよ。彼らはなんで黙ってたんですか、それに関して。6000人も自分でそれを見てたのか、それもないし、あの頃まあ複雑なんですよ、時代がね。そういうのもあったじゃん、社会主義者とかアナーキストがいろいろこうテロをやったり、で上海政府もあのテロを起こしてましたけど、その他に上海政府でさえ俺たちはこいつらと関係ないって言ったぐらい恐ろしいのが、あの義烈団っていうね、朝鮮のあの無政府主義者の団体で、彼らはすごく暗躍してました。だからそういうところで疑心暗鬼になったのも確かだと思うんです。で本当に6000人だったらね、もう朝鮮人だったらね、見境なくね殺してなきゃいけない。でもさっきあの鈴木さんが言ってました、牧春金って人がいました。どうした、併合時代に朝鮮名で議員になった人ですけど、彼は震災の後からですけど、彼と彼のグループ全部朝鮮人の留学生やなんかですけどね、あとあのご商売やってる方とかが一緒に自分たちが集まって自発的にやって、瓦礫の片付けとか遺体のね片付けとかやってたんですよ。なぜその牧春金さんは殺されなかったんですか。そういう矛盾はいっぱいあります。まあ、そういう形で調べれば調べるほどこの嘘臭さが分かるので、ちょっと僕もその辺でいろいろ勉強させていただいてもらってますんで、まあ、その辺のこと、あ、それもう一つ、これだけね、6000人って根拠のない数でね、あちらの方は騒いでるんですけど、その朝鮮人が一晩で100人も殺された事件があったんです。それは昭和12年の通襲事件ですけど、250人が向こうのいわゆる自治政府の、防衛隊に朝鮮人によって殺されています。そのうちの半分、約110人が朝鮮人です。なぜその人たちの名簿もどこで殺されたかも死因も全部分かってます。なんでそれを彼らは問題にしないのかと、これも一つの矛盾ですよね。まあそんな感じですいません、伝わないおしゃべりになってしまいましたけど、そういうことです。はい、では続きまして二の橋クラブの梶谷さん、お願いいたします。じゃあ皆様、有名な方々の後にこうやってマイクを出してもらうのはちょっと緊張してますが、毎年ですね、入り口で警備係を仰せつかって今年も警備係やってました。それで一つご報告したくて今日マイク借りたんですが、終わり頃にね、韓国のメディアが女性2人取材に来ました。何しに来たんですかって聞いたら、いや、きちんといろいろご報告したいから、報道したいからって言うから、あなた方あちら行けばいいんじゃないのって言ったんです。それでその後にね、その彼らはあそこで6004名殺されたんだと言ってますが、あなた方これを信用できるんですか、証拠ありますかって聞いたら、今調べてますって言いました。今調べてますって言いましたから、じゃあ調べて早く見せてください、今日はとにかくお帰りくださいって追っ払いました。それでね、先ほどからこの6000っていうのがこうだっていう話出てます。一つだけ出てないことが、上海から来たという彼らはね、何月頃来たかって11月ぐらいに来てんですよ。その時の来た時の写真が残されてます。10人くらいで写真記念撮影してるんですよ。バカですねと思うんだけど、全員がコート着てますよ。つまり、あ、それともう一つは、この9月1日に震災起きて9月の間に死体は腐るからということで全て焼却してます。ですから11月に来ても朝鮮人もそうだし日本人の死骸だってないんですよ。
それで6000いく何名ってね、どっからどこでどう調べたんですかってことですよ。死体がないのにこんな嘘を言ってるんですよ。で今私は5年くらい前か NHK がこの関東大震災と朝鮮人という番組報道して徹底的に分析して、それを分析したやつを NHK に持ち込んで NHK といろいろやり取りして、でその後 NHK がもう嘘でたらめ言ってるから最後は NHK が降参してるところで終わってるんですけど、あとこの関東大震災の時の資料、防衛研究所に行っていっぱい調べました。これもつけて、3年くらい前までここでね小冊子として3部作でしばらく100部ぐらい配りしたんですけど、これを今もう一回手つけてきっちり本にして、もう少し資料も追加しますけど、これを出そうと思って今パソコンで格闘しております。大変に困っいや拍手されるようなことじゃないんだけど困っております。まあとにかくさっきのね、韓国の放送局までここの活動を気にしてるっていうことです。皆さん頑張りましょう。もう一息だと思います。皆様見学はお済みでしょうか。まだ行ってない方、あ、まだいらっしゃいますね。ではあちらの入り口といいますか、見学のコースの方にまだ行かれてない方は少しお集まりいただいて、表側に歌があって裏に説明があって、カメラだけは向けないでください。すみません、ここに向けての撮影はちょっとおやめいただいていいですか。あちら側の許可を取れてないので、あそこの市長の元市長のところだけ撮影を、あっちは撮れるって感じ。今から行くということですか。向こうにカメラ向かないということですか。そう、もう歩いて行って比例してる人たちを撮って戻って、あそこのだけだったら撮影いいんですけど、大丈夫ですか。はい、大丈夫ですか。行ってないんだ。行ってください。はい、もう詰まったんですね。
け気をつけてください。あんまり達筆で何て書いてあるか分かんない。達筆で白の恵むとか焼けてすぐ恵む力や白のなんとかですね、いや恵む力や白の先ほどのあれに書いてあるの？書いてあるんですね、はい、すぐにこういう歌を作ると思うのがすごい素晴らしいです。それでもね、俺一個覚えたの。イノバ。私が証拠だよ、イノバ。こう言ってたんですよ。それってさ、俺よっぽど手挙げてね、どうしたかったかと一人に言うの。手挙げてね。じゃあ、私の目撃者だよ、それやろうって言ったら、距離と見えるの。じゃあ、お母さんお願いします。俺の姉さんもね、俺の姉さんからこれを、ね、はい、今から花時計の岡さんが話してくださいます。そのこと言われることが多いと思う。愛国女性の集い花時計の岡と申します。皆さん今日は暑いところお疲れ様でした。私さっきね、こっちの駅の改札口じゃなくてね、反対側の小さな誰も降りないような改札口の方にうっかり出ちゃったんですよ。でそしたらね、もう改札口を出る前からね、もう安倍の国葬反対っていうね、声がね聞こえてきたんですよ。だからああやっぱり今日もね、やっぱりちゃんと来てるなって思ってちょっと安心したんですけれども、この国葬反対っていうね、運動って今すごい盛り上がってるじゃないですか。昨日日刊現代っていう有刊紙のね見出しがですよ、安倍国葬70億円って書いてあるんですよ。ね、でこの70億円って全く根拠がないんですよね。もちろん皆さんご存知だと思うんですけど、本当は2億5000万ぐらいしかかからないんです。でね、伊勢志摩サミットは60億円かかってるんですよ。
それに比べたらね、はるかに安いんですよ。ところがなぜかね、70億円だって言ってるの。この70億円のその根拠がよくわからないんですよ。しかし日刊現代がそういうふうにはっきり書いてるんですよ、70億円ってね。でね、私も思うんですけども、その彼らはものすごく最近なんか暴力的になっていてね、今月の11日に沖縄知事選挙があるんですけれども、もう早くもね、テロ事件が起きてるんですよ。ご存知でしょうか。あの自公が推薦してるね、あの佐喜眞さんっていう候補者の演説中にですよ、あの薬莢を投げた女がいたんですよね。薬莢って米軍のね、米軍が使ったもうあの使い古しの薬莢がそこら辺になんか落ちてるらしいんですよ、沖縄では。でね、それをその一生懸命ねコレクションしてる女がいてね、それでこれがその佐喜眞さんに向かって薬莢を投げつけたらしいんです、演説中にですよ。これすごく危ないと思いませんか。でそれをね、その女の名前も分かっているにもかかわらずですよ、 NHK も言わないし TBS も言わないし沖縄の新聞2紙も言わないんですよ。まあでもこれ名前は明らかになんか宮城っていう女性らしいんですけれども、したネットで、ね、明らかにした人はちゃんといます。そしてね、この宮城って女性は結構沖縄では有名な女性で、何が有名かっていうと、この薬莢を集めてることで有名なんだそうなんですよ。米軍の薬莢をね、これを集めて自分の自宅に置いてるそうなんですよ。ものすごい変な人でしょ。ところがこれはね、そのテレビは野鳥の研究者って紹介してるんですよ。これ野鳥じゃなくて薬莢の研究者ですよね。笑えません皆さん。これをね、野鳥の研究者って言われるとなんかすごく平和的なね、動物愛好者みたいに聞こえるじゃないですか。 NHK も TBS もそういう風にね、野鳥の研究者って言ってるそうですよ。まあ結構笑えるんだけれども、私思うんですけれどもね、彼らは非常に最近暴力的になっていて、やることが非常にこうなんていうんですかね、刹那的になってるわけなんですよね。でなんでそうなってるかなと思うと、結局これはね、支持されないからと思うんですよ。大多数の国民はね、国葬に賛成してるんです。特に若い人であればあるほど賛成しています。でこれ反対してるのは大体70歳以上の方たちなんですよ。大体ね、朝日新聞の購読者層とかぶってるわけなんですよね。でそのことは彼も分かってて、すごく支持されてないなっていうのをなんとなく分かっていて、過激な言動に出てるのかなと思うんですよね。まあ若者は結構安倍さんのこと好きでね、記帳台にも並んでるのは若い人が多いですよ。で彼らはね、安倍さんになってすごく就職率も上がったしね、いい印象を持ってるんですよね、安倍政権に対して。だからこれ反対って言ってるのはごく一部のね、朝日新聞とか琉球日報とか読んでる人たちだけなんでね、私たちの方が本当は多数派なので、自信を持ってね、私たちは国葬賛成の声を、上げたいと思います。ご協力をよろしくお願いいたします。パレード、パレード、一家のパレード。あさってですね、さっき皆さんのお手元にチラシをお配りさせていただきましたけれども、あさっての、1時から日比谷公会堂の横の、日比谷公園中幸い門という門があります。ここに1時に集合で、1時15分整列、出発は1時半です。秋篠宮悠仁親王殿下の16歳のお誕生日、まあ本当はお誕生日は9月の6日なんです。9月の6日なんですけれども、火曜日なのものですから、ちょっと前倒ししまして、あさって土曜日に悠仁親王の16歳のお誕生日の奉祝パレードをさせていただきます。ここの日本国民党の鈴木信之さんの凱旋者を出していただくことになります。また皆さんよろしくご参集いただければと思います。よろしくお願いいたします。皆さん見学お済みなようですので、
以上をもちまして全てのプログラムを終了いたします。皆様ありがとうございました。これから駅に向かって、行きますので、この後は警察の方の指示でいいんですかね。はい、じゃあ警察の方の指示で駅の方に向かっていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。一旦配信の方を終了します。駅へ向かう間の映像も、次また配信しますので、そちらの方もご視聴くださいませ。ね、一旦配信の方を終了します。粛々と駅の方に向かっていただければと思います。気持ちがよくわかります。乾杯。